ホルン。ホルンは、金管楽器の一種である。ホルンはイタリア語では、コうの、コルの、フランス語では、コう、コールといい、もともと、格の意味を持った言葉であるが、古くから、角笛を意味してもいた。現在は一般にフレンチホルンを指すことが多い。ホルンと名の付く、金管楽器には、サクソルン族のフリューゲルホルン、アルトホルン、テナーホルンなどもあるが、 これらは、マウスピースやバルブの構造、艦隊の形状からホルンとは区別される。マーチングなどで、ホルンの代わりなどに使われる、メロフォンは、外観はホルンに似ているが別の楽器である。またホルンを名前に含む、木管楽器には、オーボエ属のイングリッシュホルン、ポールアングレやクラリネット属のバセットホルンなどがある。これらも、金管楽器のホルンとは直接の関係はない。しかし、 ホルンを名前に含む楽器がこのように多いことからヨーロッパの吹奏楽器の歴史の中で角笛が重要な位置を占めていたことが伺える。この角笛やそこから発展した信号用のラッパは狩りの時に獲物を発見した獲物を捕らえたなどの信号を後ろにいる仲間に送るためベル、朝顔の部分が横や後ろを向くように作られてた。演奏のサイベルの部分が。 演奏者の後ろに向くように持つのはこの名残である。フレンチホルン、英語、フレンチホーンは、カタツムリのような形状に巻かれた、円錐状の管と、3つから5つの、通常は、ロータリー式のバルブ、弁を持つ。え、蝶と辺路長の調整を持った楽器があり、それぞれ F 管、B 管と呼ばれるが、一般的には、それらを一つに組み合わせ。 切り替えバルブと呼ばれる特殊なバルブで切り替えられるものが多用される。単一の調整の楽器をシングルホルン、二つの調整を持つものをダブルホルンと言って区別するが、ダブルホルンに一般的なヘチョウより1オクターブ高いハイ F などを追加したトリプルホルンと呼ばれるものも存在する。ホルンの艦隊は0.3から0.5ミ、mm、リメートル程度の薄い真鍮素材で作られている。 ホルンの艦隊部はその深淵形状を保つため、高温で溶かした鉛やタールなどの充填剤を流し込み、曲げ加工の後その充填剤を取り除く形で製作される。大量生産の場合には、艦隊に水を通してそのまま凍結し、曲げ加工の後氷を溶かして外に出し、艦隊を型にはめて内部から圧力をかけることで艦な形に仕上げる工法が取られている場合もある。 英語圏では、コーンという単語が、金管楽器一般に用いられるため、他の金管楽器と区別するためにこの楽器には、フレンチホルンという名称が、一般的に用いられる。名前からフランス発祥の楽器かと思えるがそうではなく、たまたま英国には、フランス宮廷文化の一部として伝わったことにより、フランス趣味のホルンの名が冠されたものである。ドイツ語では、同じような理由で動物の角、 ホホホホーーンン、ン、ンのの特別するるる。ため、森のホルンバルトホルンボルバトドホーンといいう名称が用いられる場合もある金管楽器であるが、音色の柔らかさから金管楽器のみならず、木管楽器ともよく調和する。通常の木管五重層では、標準的にホルンが加えられているが、初めて木管五重層が書かれた時代、18世紀後半から19世紀初頭のホルンは、 ナチュラルホルンであり、バルブ操作を必要とする用い方はしていない。シングルホルン、シングルホームは単一調の管のみによって構成される形態をとる。一般に、ヘ調またはヘンド調の管を用い、それぞれ F シングルホルン、B、シングルホルンと呼ばれる。楽器が軽くて扱いやすいほか、構造が比較的簡単なため価格が安く、特に F シングルのものは、 ナチュラルホルンに最も近い音を出すことができる。また、B シングルのものは軽い水槽感が好まれる。F シングルホルンは音色は良いものの、管が長く高音の倍音感覚が狭いためミスを起こしやすく操作性が悪い。一方、B シングルホルンは F 感に比べて操作性は良いが、音色が劣る。両方の利点を組み合わせた。 ダブルホルムの誕生と普及により、シングルホルムはあまり使用されなくなっている。また、通常の F 管より1オクターブ高い音域を演奏できるハイ F 管、F アルト管のものをデスカントホルム、ディスカントホーンと呼ぶ。感長が通常の F シングル管の半分しかなく、倍音の間隔が広いため、高音域の操作性が B 管や通常の F 管よりも高くなる。 しかし操作性と引き換えに音色は B 管や通常の F 管よりも劣る。バッハのブランデンブルク競争曲のような高音域が使用される曲の演奏にはこのデスカントホルンが用いられることがある。ダブルホルン、ダブルホーンは一本の楽器で二種類の調整を切り替えられるようにしたものである。1897年にドイツエアフルトのフリッツクルスペによって発明され、 現在主流の楽器として使用されている。切り替えの方式により次の2種類がある。ダブルホルンでは、親指のレバーで2種類の調整を切り替える。2種類の調整の取り合わせには、様々なものがあり、F 感と B 管を組み合わせた F、B、ダブルホルンが一般的であるが、B 管とデスカントホルン、ハイ F 感を組み合わせたデスカントダブルホルンなども存在する。 トリプルホルン、トリプルホーンとは、一本の楽器で三種類の調整を切り替えられるようにしたものであり、1965年にイギリスロンドンのパックスマン社によって開発された。高音域を演奏しやすいが、中引く音域の音色が劣るハイ F 感、中引く音域の音色は優れているが高音域の演奏が難しい F 感、そして、 両者の中間の性質を持つ B 管の3つを組み込むことで多様なジャンルの楽曲で要求される幅広い音域に1本の楽器で対応することが可能となる。しかし、トリプルホルーンは効果であり、楽器が重く長時間の演奏には体力を要する。その重量と複雑な単体レイアウトのため、独特のボリューム感のある音色となり、バロック音楽などで求められる。 軽く明るい音を出すのが難しい。これらの問題のため、トリプルホルンはあまり広く普及しておらず、さらなる改良が望まれている。ウィンナーホルン、ビーナーホルンは、ウィンナーバルブ、あるいはダブルピストンバルブ、プンペン式バルブと呼ばれる特殊な旧式のバルブを備えている。またナチュラルホルンのコールドルケストルと同様に、円形の暴言と呼ばれる独特のマウスパイプが装着されている。 19世紀中頃か,から構造や形状が進化しておらず一種の古楽器と見ることができる。音色は暗く重く、より自然ホルンに近い。ホルテで音が楽に割れやすく、物理的な音量をあまり上げずにホルテッシモのような響きを作ることができる。このため声を覆い隠さないオペラの伴奏に適している。F、シングルホルンであるため高音の倍音感覚が狭く、 ミスを起こしやすい。ウィーンフィルハーモニー管弦楽団は、このウィンナホルン、F 管、シングルホルンを原則として使用している。19世紀前半まではバルブを持たず、自然バイオンのみを発音できるナチュラルホルンが用いられた。この楽器では普通の状態では自由に半音階を演奏することはできない。バロックから古典派前期のホルンのパートが、 比較的単純な音形に限られるのはこのためでもある。18世紀中期にハンドテクニックの開発すなわちベルの中の右手の位置を変えることにより、自然バイオンから音程を最大で超二度上昇もしくは加工させる奏法、ストップ奏法が考案され、この技法と艦隊自体の調整を変えることで、開放音とストップ音、ハーフミュートなどによる音色の犠牲はあるものの、半音階を ある程度演奏できるようになった。この時代からソリストとして活躍する奏者が現れ出す。楽器も独奏者用のコールソロとオーケストラ奏者用のコールドルケストルの2種類に分かれ、前者の演奏家はサロンでモテなされ、後者は台所でビールを傾けるなど、身分的な差もあった。ハイドンやモーツァルトの競争曲は、このような時代に書かれた。しかし、 1814年のバルブの出現により、ナチュラルホルンは、次第にバルブ付きホルンにとって変わられることとなる。それでも、フランスのホルン奏者は、バルブ付きのホルンを好まずナチュラルホルンを愛用したため、ロマン派時代でもナチュラルホルンのために作曲されている、ことも多い。自身もホルンを演奏したブラームスは、当時のドイツではほとんどバルブホルンに変わっていたにも、かかわらず、ナチュラルホルンを好んだ。 ブラームスの還元楽作品におけるホルンパートはナチュラルホルンを意識した技巧的な書き方になっている。また彼のホルントリオは完全にナチュラルホルンのために作曲されている。デューカスがパリ国立高等音楽院のホルン科の試験のために作曲したホルンとピアノのためのビラネルには前半部にサンズピストンズ、ピストンなしでという指定があり。 この部分はピストンホルンを使いつつもストップ奏法のみで演奏されるようになっている。作曲当時、同音楽院のナチュラルホルン専攻コースはすでに閉鎖されていたが、ホルン科の学生は先行コースがなくなった後もナチュラルホルンを並行して学んでいたことがわかる。ナチュラルホルンは現代の古学復興の流れの中、ヘルマン・バウマンがモーツァルトの競争曲集が録音してから、 様々な演奏家によって演奏されるようになっている。創立当時より優れたホルン奏者を育ててきた、前述のパリ国立高等音楽院のナチュラルホルン専攻のコースは、ピストンホルンの普及とともに19世紀末に廃止されたが、近年のピリオドアプローチの復活とともに、パリ管弦楽団主席奏者のミシェル・ガルサンイコール、マルーによって数年前に再開された。彼の定年退職後、 現在は、クロード・モリーが教授として、指導に当たっている。また、日本人、ホルン奏者、根本武博もパリ郊外かシャン氏の国立音楽院で、ナチュラルホルンを教えている。また、ヨーロッパでは、郵便馬車が、その到着を知らせるために一種の無弁ホルンを用いた。これは、ポストホルンの名で知られる。この楽器を音楽作品に用いた例として知られる。 ものに、モーツァルトのポストホルンセレナーデ、第9番に蝶々、K320、マーラーの公共曲第3番がある。なお、こうした歴史から、ヨーロッパの優勢機関の表彰には、今日でも、ツノブエやポストホルンをモチーフにしたのが多い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。